富川国際アニメーション映画祭は毎年10月に韓国の富川で開催されるアニメーションを専門に扱う国際映画祭である。略称は BF。1999年に設立され、富川市の韓国漫画博物館をメイン会場として、韓国内外の漫画アニメーション、映像、メディア間連学科の学生と教授が中心となって、 毎年秋に5日間にわたって開催されている。映画芸術科学アカデミー公認の国際映画祭である。韓国内では初めて開催されたアニメ専門映画祭である。アニメーション作品の上映、発表と特別講義、フォーラム、展示など様々なイベントを行っている。また、創作、就職、進学関連プログラムを通じて、 アニメーション産業の専門人材を発掘、育成し、韓国内外のアニメーション産業ネットワークの構築と相互交流を通じたコンテンツ産業の発展基盤づくりを目的としている。日本国内の作品では、この世界の片隅に、君の名は、若おかみは、小学生、などがこの映画祭で受賞をしている。会場の韓国漫画博物館、ありがとうございます。